はい、ピースカです。パワープラブリやっていきたいと思います。ということで、ココホレがね終了したので、ちょっとね梅だけちょっと足りてないんですけど、はい、一応回収しましたのでこちらを引いていきたいと思います。で、ちょっと何出るかがねちょっとね消えちゃったので、ちょっと見れないんですけど、はい、まあ虹玉がいっぱい、そんなにいいキャラとかではなかったと思うんです。大東くんとか神宮寺とか、猫神たっか、なんかその辺のキャラだったと思うんですけど、はい、なんか素材かな、ミキサーとかで使えるようなやつとか、まあアイテムも出るよね。はい、ということなので聞いていきましょう。でボックスがね全然開いてないんですけど、まあちょこちょこ開けながら SR をねいっぱい回収できていいかなと思っておりますって感じです。まあこんな感じか。天才とか出てる。はい、まあでもこんな感じだったら、まあそんなにボックスは埋めずにいけるのかな。まあ早めにいきましょう。猫神だらけ、神宮寺です。はい、梅、まあ梅とかはまあなんつうんですか、まだまだ序章なので。あれシングルになっちゃった、すいません。これ SR 以上出ないんですか。はい、出んのかな。なんか近場で何出るかは見れるようにはしてほしいなと思いますけど、猫髪めっちゃ出る。はい、できたら俺何気にあのこいつっすね、このデビルちゃんが結構今のね、なんだっけ、アゲアゲとかで結構使えるので、もう須崎のエム個人的にねめちゃめちゃエラーしてくれるから、適当に打っても勝てる、そういうのがね。はい、ここからが本番でございます。竹です。ガチャ券出るってことだよね。ガチャ券出るなら頼むわ。ガチャ券出たら今のシンクロス9のメンバーが手に入るので、お、SR いますね。もうこれトラップでしょうか。多分トラップですよ。あ、小高か。おぉ、大東くん。大東くん45だった気がするけど。あざす。まあ、SR はね、いくらでも、まあ今ね、覚醒とかいろいろ大変なので、出たら出ただけいいので、あ、招き猫ありがとう。あざす。結構枚数あるんでね、いっぱい出てほしいです。あれで招き猫あざす。はい、あと100連ぐらいかな、合わせて。これ出ません、大東祭り35。竹はちょっと出にくいのか、前もっと出たような気がするんですけど、出づらいです。大東そんな出る。しかも俺これでなんかアンドロメダの大西を50にしたような記憶がある。あ、あざす。ほら、めっちゃ SR 出るはずなんですけど。さあ誰、まあ、猫神って高速ベーランとかで使うような感じ、常に別バージョンとか来る可能性もあるしな。わかんないですよね。はい、R 剣は出るけど、それ以上は出る。さあ、今んとこ SR は、あ、3枚目ですね、これで。シャン、シャン、大東めっちゃ出る。あ、神宮寺出た。昔呪われてた子です。はい、ここからが、めちゃめちゃ大事。ここ結構ランブできたポイントだと思うので、あざす。
SR ランブ、まだ3枚だ。大東アイテムも、あ、招き猫はやっぱ嬉しい。もういいっすね。もう誰来てもいいよ、ね、どうせきらめきになるから。でね、ジャギで結構使っちゃったんで、ジャギなんとか走力プラス4まで持ってけたんですけど、結構それで使って、うわ1枚なので、 SR はね絶対もらえるに越したことはない。ライトマジで出るの、もっと覚醒とかありそうだけど、混ぜていいかよくわかんない。ポーン、何枚 OK、 3枚偉い。3枚ぐらいは出てほしい。やっぱ欲張りかもしれないけど、でもそんぐらい出るやつだからね。ああ、大小屋50なんすよね。別場が小高はジャスミンとか来るのかな。もうだいぶ性能維持ないと無理そうだ。爆死があると3枚は辛いね。さあ、お化け引き、やばい、死にました。はい、あと25枚です。頼むよ。さあ、いっぱい出て、さっき全然見なかった。 OK、 どうすか。あ、ゲドはないんだ。あざす。もう誰が出るかはもうぶっちゃけどうでもいい。あざす。虹 PSR は出ないです。さあ、たくさんちょうだい。やざし、割と確率通りなんじゃないですか、これは。こんだけ出れば。大声とかはね、まだ全然使い道ありそうなので。はい、ラストです。大東くんの37ぐらいかな、もしかして。なんかそんな気がしてきた。全然解放しない気がしてきた。あざす。サイズもいっぱい出る。クラゴは100なるので。はい。次に R 剣も引いちゃおう。次に R 来たらどうしよう。ああ、コリスいいっすね。ナイスコリス。はい、ということで、どうしよう。キャラ名順逆かな。で、ダイトを探そう。でも大小屋も全然別バー待機なので、コタカどうしたらいいんだろうな。いるのかな。イベント直してくんないと全然使えなそうだけど。神宮寺、あ、プラス2、なるほど。じゃあ贅沢に使っちゃっていいんじゃないか。ライトだけ解放すればいいや。じゃあ4枚混ぜちゃって、これが2段階通ればで OK かなって感じですね。一応みなぎる活力だもんな、この人。覚醒でなんか技術ボナーとか精神ボナーとかついたら強そう。2段階来ちゃった。あ、ということで、めっちゃ余りましたって感じですね。ドロメンタル、この子も変化お化けやね。まあ、葵ちゃんに超えられちゃいましたから。はい、ということで以上です。まあ、あとは混ぜ混ぜして、あ、猫髪も一応できる。いいよ、
なんか神宮寺は全然使わなそうだけど、猫神はなんかイベントとかで使いそう。はい、ということでこれして、なんか走塁系のイベ、まあ矢部くんの方がいいかもしれないけど使えそうっすもんね、ワンちゃん。うい、はい、まあとりあえずプラゴでした。うん、まあ使うときでいいや、レベル上げは。はい、こんな感じです。で結局虹玉は、1,2,3,4,5,10,15,20 枚ぐらい出たってことかな。あざっす、めっちゃいいでしょ。はい、神イベありがとうございました。はい、以上でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さん、ピースの日常をお過ごしください。バイバイ。